せいたしました。次は豊田市消防音楽隊の演奏になります。豊田市音楽消防隊は豊田市消防音楽隊は昭和51年10月に結成され、これまで消防関係の行事や豊田市主催の行事などに出演し、演奏活動を通じて防火思想の普及啓発に努めてまいりました。それでは豊田市消防音楽隊の皆様、よろしくお願いいたします。最後まで心ゆくまでお楽しみください。皆さんこんにちは。私たちは豊田市消防音楽隊です。ワクワクワールドを楽しんでいますか？私たちの音楽で皆様にお楽しみいただきたいと思います。15分ほどの短い時間ではありますが、ぜひ最後までお付き合いください。はじめに消防音楽隊の指揮者をご紹介します。私たち音楽隊の講師で、またご自身もサックス演奏者として演奏活動をされている桜井真紀夫先生です。それでは早速1曲目に参ります。1曲目はアニメの曲で、キャラクターの名前がそのまま題名となっています。今から私がヒントを2つ出しますので、そのキャラクターが何か当ててみてください。ヒント1、未来から来た猫型ロボットです。ヒント2、好きなものはどら焼きで、嫌いなものはネズミです。皆さん分かりましたか？では、皆さんせーので答えをお願いします。せーの、ありがとうございます。1曲目は星野源さんのドラえもんです。Thank you.
ドラえもんでした。ドラえもんといえばテレビアニメはもちろんですが、毎年公開される映画を楽しみにしている方も多いと思います。皆さんはどのドラえもんの映画がお好きですか？ドラえもんの映画はたくさんありますよね。私はいつも映画を見て思うんですが、映画のジャイアンってアニメのジャイアンと違ってすごく優しいですよねなんででしょうね。2曲目は私の一番好きな映画で、綺麗な CG と泣けるストーリーが話題となった映画版ドラえもんスタンドバイミードラえもんの主題歌となった曲です。映画ではのび太にとっていつも一緒にいるのが当たり前のドラえもんが最後にのび太とお別れをするシーンは、誰もが涙を流したシーンだと思います。それではお聞きください。畑基博さんのひまわりの約束です。ひまわりの約束でした。3曲目もアニメの曲になります。
この流れできたら何のアニメの曲を演奏するかもうお分かりですよね。そうです、アンパンマンです。皆さんドラえもんだと思いましたよね。私が調べたところ、ドラえもんとアンパンマンのアニメに共通点がありました。なんとドラえもんとジャムおじさんの誕生日が同じなんです。これが分かった方がいたらかなりのマニアですね。3曲目はアンパンマンのマーチです。ありがとうございました。これで消防音楽隊の演奏を終わります。この後は少し準備する時間をいただき、私たち消防音楽隊と先ほど素晴らしい演奏を聞かせてくれた警察音楽隊とでコラボレーションして演奏します。皆さんぜひお聴きください。ワクワクワールドも引き続き楽しんでいってくださいね。皆さんありがとうございました。